こんにちは、ゆうすけです。今日は小型ビデオカメラが欲しくて電気屋がたくさんある町に来ました。なかったら、欲しいものがなかったら散歩して帰ります。大丈夫です。これ、はい、持ち帰りもできるんですか？持ち帰りもできます。じゃあ後で来ます。こっちはチューナーってのが欲しいんですね。アンテナからこれ使えば8で、しかもこっちはこのテレビで、こっちはチューナーにして、これが使えるので、これ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 
そう、すいません、ちょっと聞きたいんですけど、ここにあるカメラって全部 Windows じゃないとダメですかね。 Windows じゃないとさあの接続できない。マックは対応あの一したことがないんで何とも言えないです、こちら側は。ただモバイルバッテリーをマックに繋いじゃうとっていうのはお聞きしているんですけど、こちらちょっとお聞きしたことがないのと試したことないので、あ、じゃあカメラ自体は Windows じゃないと動くかどうかわからない。もしかしたらそうかもしれない。あ、わかりました。はい、すいません。今日は人が多いんで通行人にモザイクをつけることはできません。すいません、ここにあるビデオカメラは、はいはい、
あの Mac じゃ動かないですかね、 Windows じゃないとダメですか、Mac でも、マッキントッシュのコンピューターってことね、マッキントッシュのコンピューターでも読むんですけど、問題は、あの Apple 側の問題なんですけど、あのセキュリティが強いんですよ、Windows に比べて、だから通常その、例えばこういうのに取った、データ、まあ、本体と USB 端子をこう本体につなぐじゃないですか、つないだときに、そのまま読んでくれないことが多いんですよ。ああ、マッキントッシュが読まない。だから、Windows だと、こういうのって、ポッて刺した瞬間にビーンって画面出るんですよ。はい。それが、Mac だと自然にはやってくれないんで、基本的には。なるほど。だから、その、本体の設定の問題なんですよ。なるほど。じゃあ、繋がらないわけじゃないんだけど、見れます。設定がちょっと難しい。そうそう、難しくないんだけど、その、だから、メモリを読ませるのに、下手すると 3段階ぐらい、そのメモリ、その刺したところの端子の画面を出せってやって、Windows で言うと、あの、ほら、マイコンピューターとかあるんだけど、そういうところに入ったりして、わざわざ開いていかないとそこまでたどり着けなくて、なるほど、開きますかいいんですねっていうのは、はい、いいえってのやらされるんですよ。なるほど、なるほど。それがちょっとワンクッションめんどくさいっていうだけで読めます。読めないわけではない。読めます。わかりました。はい、はい、iPhone でも実際読めるんで。あ、そうなんですか。 iPhone で直には読めないんだけど、マッキントッシュに一回コピって、iTunes からダウンロード。あー、なるほど。もしくはマッキントッシュに一回コピーして、そこから MP4 に変換、うんうんうん、MP4 に変換すると、iPhone の挿してるライトニングケーブル経由で読めます。なるほど、うんうん、なるほど。直接はじゃあ難しいわけです。あの、ね、その結局何回か Apple の考え方で、その iPhone 自体が、要するにスマートフォンが、ウイルスに弱いっていうのを言ってて、でそれがあの守ってることになってるんですよ、だからAndroid の、俺は Android なんだけど、Android の場合って直に読めちゃうんですよ、カード入れ替えると、はい、そのまま読めちゃう、だけど iPhone は直に読めなくしてる、わざと。なるほど。だからまあマッキントッシュの方がちょっと便利です。なるほど。マッキントッシュの方はその本体の設定を変えてしまえば、刺せばそのままベベーンって画面出るような、あの設定にもできるんで。なるほど。わかりました。マッキントッシュ使いのその能力によって設定変えられます。わかりました。すいません。サンプル画像とか全部ありますよ。あ、本当ですか。ネットに出てます。いやいや、ネットには出てないんだけど。あ、ネットに出てない。あの、Android だとこれができる。こういうあの全種類あるんで、結構ね差があるんですよ。だから画像サイズがあの VGA とかハイビジョンとかいろいろあるんですけど、それの画像サイズだけではなくて、これが最大30コマって言い方するんだけど、そのコマ数が20コマと30コマでも全然カクカク感が違うんですよ。そうですよね、うん、その辺もね結構みんな差が出るんで、まあ、ただパソコン持ち込んじゃえば、そのマッキントッシュの方が昔はその映像処理なんか強かったんだけど、そういうのがもういくらでもできちゃうから、だからつなぐとこまでいけば、あの読ませられるとこまでいければ大丈夫です。わ、かりました、はい、すいません、ちょっと見てみます。あ、見ててください、はい、だからもう初めから電源引くタイプで据え置きにするやつか、持ち歩きのやつかっていうのが大きく2つに分かれて、あとは見た目に小さい大きい、例えばこんな、USB メモリー型とかサイコロ型、こんなちっこいんで30分とか1時間です。なるほど。で、そっちの白い箱の横にいるバッテリー型っていうでかいの、これなんか910番、これは8時間、こっち10時間取れます、はい、連続で。うーん。でしかもバッテリー型の中でも一番人気なのがこの910ってやつで、これ白箱の横ね、こいつの場合は赤外線も積んでるんで、真っ暗けても 2m ぐらい飛ぶ。ちなみにそれの映像がついでに一例をお見せしますけど、ね、まず明るいところの絵がこれです。910、これ音も結構あれ、で今歩きながらこういうの撮ってます、はい、でスマートフォン、あ、お客さん iPhone みたいだけど、 iPhone とバッテリーとかってこうやって重ねて持つじゃないですか、これでそのまま前撮るんです。ここなんですよ、レンズが。はいはい、うん、約1メートル半ぐらい。これ昼間。これ昼間で、今これわざと暗い棚の中にしまって、でこれ今頭出ししますけど、ほぼほぼ真っ暗けの状態、はいはい、これぐらい暗いところでも赤外線を焚くと人間の目には真っ暗けなまんまでこうなります、うん、こいつのすごいとこはあの懐中電灯みたいに見えるけど一切明るくなってないし、プラス玉が赤くならないんですよ。だから真正面から目があっても気づかない。なるほど、まあ、こんな感じです。なるほど。それが910です。これで8時間ってなりますね。なるほど。あとはメガネとか腕時計とかペンっていうのはカモフラージュはよくできてるけど、大体1時間ぐらいです。電池の問題なんですよ。あとはこういう、これは大きいですからね。そうですね、大きいですかね。こういう、あとはもうコンセント引くタイプのやつはもうずっと取れる。あの防犯として動かしておいて、何かあったら見るっていうやり方ですね。なるほど、わかりました、はい、あのホームページもあるから紙持ってきて。あ、すいません、どうも。
いろいろ情報を集めて、そうね、ちょっとね、Mac でもできるはできるんで、ねうん、ちょっと調べてからちょっともう一回いいですか、またまた寄ってください。何こんなにたくさんあると思わなかったんで、ね、ちょっと調べてから、よろしくお願いします。すいません、どうも、また寄ってください。はい、すいません、どうも、ありがとうございます。はい、欲しいのがあったんですが、欲しいのがあったんですけど、思ったよりたくさん商品があったんで、もう一回ネットで調べてから、さっきのつかさ無線という店のホームページを見て、もう一度欲しいものどれなのか調べてから行こうと思います。今日は買わないです。どれ買っていいかわからなくなりました。今日は散歩します。
この辺は変な人しかいないですね。日本は少しクレイジーなんで、これが日本です。 50% ぐらいの人はクレイジーですね。これでいいんです。さっきの電気店の店員、早口でしたね。分からなくても大丈夫です。日本人でもちょっと分かりにくいんで。今日は日本人がどういう感覚で日本語を話しているのかということを話そうと思います。少し日本語が話せる人にはもうすでに知っていることかもしれないんで、退屈な話かもしれません。あなたが日本語を話そうとするときに最も重要なことって何だと思いますか？私はその質問に和をが最も重要ですと答えます。専門的な言い方をすると助詞というんですが、この助詞の中で特に重要なのは和をです。単語と和を間違えなければ日本語は簡単な会話なら語順が正しくなくてもあなたの意思を正しく伝えられる言語です。英語メニューはありません。日本語の試験とか重要なビジネスの場面では正しい文法とか語順が必要ですけど、日常会話なら単語を正しく並べなくても大丈夫ということです。これは日本語の特徴です。英語で語順を間違えると意味が変わってしまいますよね。例えばYou wanna eat an apple. An apple wanna eat you. 同じ単語を使っても語順が変われば意味も変わります。じゃあ日本語で3パターン言います。1、私はリンゴを
食べたい。2、リンゴを食べたい。私は。3、リンゴを私は食べたい。これら3つの文章、日本人はどれも同じ意味の言葉として受け取ります。I wanna eat an apple ということです。なぜ日本人は語順が違うこれら3つのこれら3つを全部同じ文章だと考えたんだと思いますか？理由は簡単ですよね。日本人は和、おの位置で言葉の意味を考えているからです。それでは和、おの位置を変えてみます。私をリンゴは食べたい。日本人は今の文章を An apple wanna eat meと言ったんだと受け取ります。つまり日本語は語順ではなく単語と和、をの位置によって意味が作られている言葉なんです。意味が分からなかった人は動画を戻して和とおの前にある単語をもう一度確認してください。そんなこともう知ってるっていう人はもっとレベルの高い動画を見てください。ただ私は語学学習はこういう基礎が大切だと思ってます。難しい漢字とか使われていない単語を覚えるより基礎を覚える方が日本語を流暢に話せる近道だと思っています。つまらない話でしたか？でも画面が動かない動画よりいいですよね。私は画面が動かない動画を見ていると眠くなってくるんで、英語を勉強するときは動きのある動画を選びます。
じゃあ今回の動画はここで終わります。次回の動画も多分いつものように私が散歩するだけの動画です。多分それと日本語を学ぶときに気をつけることを少しだけ話そうと思います。少しだけ。それじゃあ、さよなら。